新型コロナ関連のニュースをまとめてお伝えします今日国内で新たに確認された感染者の数は2434人でした亡くなった人の数は32人増え2225人に重症者の数は5人減り現在は488人となっています来年夏の開催へ対策を徹底します 政府や東京都は今日来年の東京オリンピック・パラリンピックのコロナ対策の中間整理をまとめました。選手村に滞在する選手に対し、症状がなくても定期的に検査を実施するほか、海外からの観客についてはアプリで行動を把握することなどを検討します。また、観客数の上限は来年の春までに決定する方針です。 キャンセル料の扱いが決まりました。国と東京都が昨日合意した GoTo トラベルの東京都発着分の利用自粛要請について、一定条件の下でキャンセル料を国が負担することになりました。65歳以上の高齢者などが今月13日までに旅行の取りやめを申し出ることが条件です。 自粛の養成期間である今月17日までに出発する旅行が対象となります PCR 検査が低価格、短時間で受けられますこちらは4日、東京・新橋に木下グループが開業する新型コロナ PCR 検査センターです検査は唾液を採取する形で、価格は税別で1回2900円 所要時間は3分です。結果は翌日本人に知らされます。感染対策として5分ごとの入れ替え制にしていて、今日から予約を受け付けています。働き方が変わる中、オフィスを小さくスマート化します。イザナギの。 きょう、社内でお祓いを行ったのはソフトウェア開発会社のアステリアですテレワークの定着を受けて半分に縮小したオフィスへの感謝を示したということで廃棄予定の半個も供養しました新しいオフィスでは50個のセンサーなどで二酸化炭素の濃度を測って感染対策を行うということです このほか旅行大手が2022年度入社の新卒採用を見送るなどご覧のニュースが入ってきています最後まで見ていただきましてありがとうございますこれを機にぜひともこちらへの登録をお願いします画像をクリックしますとテレビ東京の経済ニュースをもっとチェックすることができますよどうぞよろしくお願いいたします